がっかりしてめそめそしてどうしたんだい。なるほど。マンチェスターユナイテッドからフォートップの人権が出てくると思ったのに出てこなかったんだ。そうかそうかそうか。それは全部お前が悪い。全部お前が悪い。他人にすがっちゃってるじゃん。お前らはそうやって自分以外の誰かがフォートップの人権を組んでくれればね、ずっと指くわえてチンポしゃぶって待ってんだ、ずっと。だからダメじゃん。成長しない。こうやって一生ジョージの真似してる俺も成長しない。でも俺は諦めなかった。これだーボーン。いや、お前どっからどう見てもただの技術リートップやないかって思ったらボケだぞー。お前センターバックのど真ん中におる人間の顔見てみろ、デヨング。そしてここから試合中の役割の攻撃参加をする選手1にフレンキーデヨングを選択する。そしてこの状態で攻撃意識を2に上げることによってセンターバックのフレンキーデヨングがセンターフォワードになる。つまり左側ソフンビン、ルンメリケ、デヨング、メシのフォートアップ完成。この間フェノミナルフィニッシュでふざけてる時に思いついちまったんだよな。マジでやべえだろって言ってたら、まあ先にシュートやってたんだけれども、これだったらフォートアップやれるじゃんってことで早速やっていきたいと思います。はい、こんなフォーバックのスカットなんてもうこっちがしたら一人一冊でぶっちぎり、ちぎろ。一回ボール奪っていいですか。フォートップにする前に一回ボール奪ってからしっかり攻撃できるよって状態を作って、その上でフォートップやっていいですか。いいよ、ありがとう。おいおい、コーナーキックかよ。ピンチはチャンス。いけるぜ。さあ、上がってきた。フレンキーデヨング、こいつが幻のフォースメンだ。スレバさん、夜飯止めなさい。おいおい、マジかよ。だが、デヨングはそのまま最前線に残ってから、みんなからのボール供給を待つんごね。俺がここでボール奪ったら、その瞬間に、お前はフォートップで死ぬ。ギター、踊り狂って、ああ、やめて、危ない。うら、この攻撃手の高さ、前線の枚数の多さ、ルンメリが余裕で飛び出して、ダブルタッチから、コントロールカーブだおれー、このボール奪われたら速攻死んじゃうというプレッシャーもプレッシャープレッシャーですよね。最高にね、マジでプレイヤープレイヤー。で、まずはカール・ハインズ・ルンメリゲをカーソル合わせて頑張ってボール奪いたい。奪えたら勝ちや。スルーパス蹴って、ちょっとボールキープしといたら、ここでデヨング上がってくる。いやー、ごめんなさい、マジで。その強みを一切活かすことができなかった。デヨング、やばい！ライガルド！お前そのために来たやぞ。ナイス神、よくやった。サイドハーフとボランチャー、ディフェンスに定位ある人間を置いて、その上でフォードップを活性化させる。デヨング取ってくれ。お前はセンターフォワードだからめっちゃ守備力あれやから、ガンガンそこでボール待って事故らせてくれ。君行って、危ない。はい、ライガルド頑張る。ギーセンターバックね、これね。やばいって、マジピンチが止まらない。危ない、危ない、本当に撃たれる、危ない。マライカールドも下がってきて、3センターバックでちゃんと最適の人数おるからなんとかなっとるよ。あら、俺でしょ。で、ここから枚数で攻めてきたんやけど、立てます、まば、そうそうそうか、これ4枚目で、ここで落としてって立てます。来た、これ当てときます。マークつけるわけねえんだよ、タコがバカだよ。てめえらディベイターがどんどん湧いてこようから、こっちの大技が無限に湧いてくるから、数で押す、質量で殺してんだ、こっちが。マジでやってることフェルンと一緒だから、マジで止まるわけねえだろ。君気ないっす。お前さんもフォワードするばけって、なんか戻して立てますので、厳しい。こういうカウンターが本当にまずいんですけれども、アラウホが頑張る、ライカールトもが、あー、すごいことになっちゃった要は数的有利で攻撃できる代わりに数的不利で守備する、当たり前のことですけどね。つまり攻撃センスが秀でると、このスカットでは強い。そう、俺みたいにね。でも、お前も、フォワードだ、一人の！バッキャロー！バカ野郎！あ、なんか二回言っちゃった、ごめん。アラフォー、ちゃんとお前ディフェンスやってくれや。あ、みんな戻ってきて、ナイス、君に手がつる。このカウンター絶対成功させようね、みんなで。学園祭みたいな。メッシ、ボール持つの。スルファイター！うわ、苦しい。いける、メッシ！ここ！こ、いや、違う神！頼む！やれね！デヨング！まだまだフォワードは終わらない。行くぜ、ブギャー！いや、でもしっかりとこちら2本シュートぶち込んでからね、勝ってますからね。ほら、フォートップ最強だよ。フォートップどころじゃないけどな、もう。ほっといたら君人が曲がってくるから、実質セブントップみたいになっとるけどな。ま、でも炭酸飲料やけどな、こっち。だが、俺の中で一つだけ確実に言えることがある。それはな、このスカットが最高に楽しいってことだ。攻撃の時人がいなくて、こねてこねてこねて何もできずに死ぬみたいなパターンが圧倒的に少ないから、いうところ自体を楽しむことができるっちゅうわけ。さて、前線の5トップをね、しっかりメンバー変えていましたんで、これで、同じく、攻撃をやっていきましょう。虫やろ。いいとこするバジットにゃん、メルです。パス。パスメルで、メルちゃん、メルちゃんは偉い。メルちゃん、もうちょいボールキープや。メルちゃん、もうちょい。じゃ、落としてもいい。そう。落として、落として。で、絶対逆サイド相手ですよね。5トップだからなぜか。カドゥオールはジャンプ苦手です。コースギリのスルバが来るよね、絶対ね。キミキ、偉いぞ。ボール奪うところまでが、ディフェンスやから。やばい。数的不利でのディフェンスが相当きついもんなってしまってるやないかい。開幕でいただく。あー、なるほどね。ごちそうさまです。これでしょ？これやばいでしょ？あー、またもうカウンターに対する対策がなさすぎて笑う、ほんとに。おい、おい、人おらんすぎんか？やられとるやんけ、おい！
もしれんけど、その先生の人間使いこなせんかったら、ただお前、数字決めてディフェンスやるだけやぞ。おい、しっかりせ、すれば通らなかったら終わりや。あれ、ナイス。取れます。来たせ。圧倒的枚数。フレンキーデュン、ここに来る。メルデンス、ボール持って。さあどうぞ。あまりにも選択肢多すぎて、どこを切ったらいいか、わかんねえ、ワールドよ、ボケが。ちゃんと先生にボールを送り込んでからゆっくり攻めたら勝てるんじゃい。大事だろ、発想ではない、丁寧に作業することだ。そしてこのプレスキック、どうしますか。ガチる。あるね。おぉ、やめて。おぉ、あれ、助かる。待って、なんで、ファール。お前ディオグよーしナイス。これが俺のリルム飛ばすタイボケが。どうじゃ俺ら、マジでフレンキーディオングやな、ね、お前なんかそのセンターバックでな、無理やり上げられてる感じあるけど、実はセンターフォワードにも全然センターフォワードや。戻れみんな。やめて、危ない。え、ちょっとそんなことなるか、普通な。お前止まんだからセンターフォワードがどうになることあるか。少ない枚数でチャーディープを抑えることができない。君サイドだ、お前もそうだろ。この圧倒的枚数を抑えることができねえだろ。よし、すればいいね。無理です、下ろそう。なんか神で消えたから落としちゃう。デヨングが撃っちゃう。うわ、デヨングたまらん。どうだこれ。おい、ディメイター頑張れ。マジでお前がこの攻撃しておいたら全然カウンターでワンチャン5点目取れるぞ。いけ、マジ殴り合いすぎる。なんやこの野球。すいません、なんか来た来た、起動しました。消えた消えた。戦い、お前シュート専用機じゃないから、パスちゃんとやれ。カデュオール、マジ全然攻撃稼働してないのにディフェンスも何もできんの。カデュオール、前蹴れ。うそ、カデュオール、カデュオール、待って、カデュオール、お前マジ、うおー、頼む、誰か奪ってくれ、奪ってくれ、誰か奪ってくれ、奪ってくれ。お前が最前線でバッタリと戻ってこいや。もうボールもらえんやから。あるね、1分。いやー、死ね。クッソ、マジマジ、すごい。ポストロザヤ5対4、バカか。殴り飛ばせる、絶対今の。そのシェクス、うわー、楽しかった。1対0で勝つよりも5対4で負けた方が気持ちいい。なんやあのしばき合い、マジで。サッカーってテトのスポーツなんだから、しかもお相手さんもおそらく楽しかったでしょう。最高に死ね。くたばれ、てめえ気持ちよくなってんじゃねえ、殺すぞ。今回はソン・フンミンてっぺんとかにして、ワンクライフを、スカのトップで起用すると。あ、前見に行こうぜ、どんどんな。でもこれ相手サイドハーフ置いてるから、僕が前がかりに行くことによって、もうなんかデンプシーロールみたいな感じでボコボコ殴られるんですよ。上等シュタルクみたいな感じで行くから、ボコボコ殴られるけど、その分ボコボコ殴るから。行くぜー。お前開幕食らう側なのに攻撃意識パンパン。あー、開幕、あー、やばい、決まってて、こい、ナイス、いい判断だ、ビーダーシュマイケル。クライフ、こっち、ナイス。ガビ、クライフか、いや、行かない、待てよ、落ち着け、ここは冷静に。一回迂回して、富安、アラウホを立てます。サイドもしっかり前すぎます。落として、キミキ。こっち！クライフ！もう撃てるぞ！スン！やれるぞ！やれよ！じゃあお前、振り切ってくれ、振り切ってくれや！今のはシュートじゃない、クリアだ！しかもね、攻撃意識パンパンということは、つまりそういうことなんですよね。コーナーキックも枚数めちゃくちゃいる！でもみんな空中で苦手、つまり、ミドラ、ここで行く、トミヤス、みんなセンターフォワードや。真のブルーロックだから、俺最近ブルーロックみたいな動画撮りすぎじゃない？撮るよ。ワンバ、スルバ、くっそ、マジで、ここのテンポ超大事だからな、マジで。攻撃中集中しろ。喋んなくていいや、もう。あの、やめて、ナイス、助かる。待てよ、落ち着け、ここ、絶対レジになってくれ。適当にポンポン受け取ったら、セカンドボール拾え。お前、バカか、撃てめ、これやろ。おい、ルノミナルブリッツカーブ、ショーやめろ。呼んでけ、呼んでけ。人はいないから。感覚で、ディフェンス。うん。痛いだろ、マジで。はぁ、ちょ、今回転に沿ったねな、わし。バケモンや、こいつ。俺もリレーズ後で入れよう。なんか、虫ばかりだけど、マジで。あ、上手やな、ほんと。よし。いい飛び出し。やるか、ガビ。いいんだぜ、みんなストライカー。ライカーと天才。どうする？ここ。よし。
違う、お前ダブルタッチはどこやった、マジでお前ニーナとアレキサンダーとな。うわ、お前相手が攻めるのに取らせたりしてどうするの。おい、ちょどうした、危ない、もう待ち、お、なんやこれ、お前なんで俺がツーティングリで頑張ってディフェンスやらかねや、ツーティングリで正しい攻撃させろや、クソもんないやんけ。おい中に、やれ、はじけ、はぁ、あ、何しょこいつらガチで、もうバカやんマジで、それ意味わからんだろ、人数少ないからで言い訳ならんぞ。というわけで3対0でボコボコされました。これからですね、ボコボコします。この姿何がいいかって言ったら、やっぱりそのいつどんな時でもどんな状況でも希望を捨てる必要がないっていうところやね。やっぱりきた、高い決定力を持ちよ、それじゃそれじゃそれじゃ、ボン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 シュート打ってけ。さっきコーナー直接もらったんで返します。やれ、俺はボケガッシュ、いけるぞ、反撃のロス上がったぞ、もう2点差かな、2点差なんて 0.5 点差みたいなもんやから、ガチでメリゲー行くぞ、勝てよ、お前が落としたらガチで1点取れる、任せろ、あとお前ちょっとキリー、ヒーリングしたらどうる、ファールやろ、ファールだろ、お前体ブニーになったぞ、お前スライムかと思ったザコ、あえて前からゴーや、うおっしゃ、ラゴでかい、何しろうまい、デビルバットコースや、お前この野郎、圧倒的枚数で攻撃しなよ、来んなこっち、来たぞ、違うそこちゃう、じゃあもうだからこれ何回やねんマジで、種場つける失敗するの繰り返しよ、じゃあ立てろ、枚数あるぞ、ほら吉江の、うわー、逃げ、うわー、さあ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 、ザーメン、お前はザーメン、いっぱいたくさん泳げるけど一匹だけでもゴールに到達することができない、哀れやザーメン、自覚ある、1点と取ろう、腹立つけ、好きだ、痛いだろおい、痛いだろ、心がプライベートなんてボコボコしてるけんな、お前俺絶対来いよザコ、おい重要、はぁ、あ、逆だろこれ、攻撃力で敵倒してみた、じゃあ中央シュート与えてどうする、青がエンジンのない車だったんだよこのスカットは。ボールを奪った後の縦パスが一切通らずに、ザーメンがもう隔離されちゃったんですよね。敵のディフェンダーがコンドームみたいになっちゃってたんですよ。だからそのコンドームを超える手段があったら、一気に選手たちはゴールに向かっていくことができると。どうしたらいいか。そう。あの男を解禁する。最前線に蹴ったボールを必ずマイボールにすることができる。理由と最大の理由人、いでよ、ヤンコレル、やっぱりヤンコレル、結局ヤンコレルが全てを解決してくれると、最初から攻撃し、パンパン、いけるかディオンゲ、お前最後のディフェンス頑張ってくる、ナイス来たってなってくると、あとは、重くしまい蹴っとけ、ヤンコレル止め、いや、ソン・フンミンだからなんか似てっけど、よくやった。あとは任せろ。あー、ヤンコレル戻ってきてくれ、うー、ディフェンス時間だ、またディフェンス時間が始まってしまった、苦しい、取って、ディオン、ディオン、あー、ちょっとディオン、あー、てかディオン、あれだ、攻撃式、あれだった、あの、なんか攻撃のメンバーに選べてないよ、これ。あ、これ、あ、ちょ、まずいまずい。オッケー、来た、まあでもいいか、別に。洗うほど。ディオングよこせよ、お前。頼ます。来たぜ、繋げるときは繋げ、すれば。頼ます。うわー、ここなんすよねー。ここで攻撃はタンタンターンすればね。いや、いいよ。で、こういうとき、厳しいや、毎回。絶対にやん、これ。じゃあ、ちげえだろ、ボケが。普通に考えろ、マジで。山登ろうぜって言ってから、富士山の中、周りのちっちゃい山登ることある静岡まで来て。絶対ダメだからシュート。俺、ボケが。テロ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 。というわけで、待たせてすまない。こちらの真の姿をお披露目しよう。よし。さあ、メンズが入れ替わりまして、アラウホが超特急で帰ってきて、しっかりコーナーキックを弾き出して。何やっとんじゃお前、洗うよこれ、しっかり大技やっとんちゃうぞボケ、これお前ゴールぶち越えたらどこでもよかったんかボケ、おい、そんなやり方ある、よし、そうだ、ヤンコレの使い方はないっぱいあるんだ、ほらディオング来たよ、なあディオング、お前洗うだったら決めとるわい、いける、よっしゃ、いい洗う方だ、褒めて使わす君引き、
一発でここ。これ圧倒的マイス。いや、違う、デヨングだろ、うちの考えで。もう難しい人いっぱいおるから。よーし、バカが。人がいっぱいいるのは、お互い様ってか、あーい。頼むぞ、来た。で、メッシー。それはここ。で、ここでヤンコルが、飛び出すわけよ。もらった死ねてめえ、カス。フォーレン、前から飛んで、全然絡まれたよ。逃げるな、お前や。引いたら負けよ。そう、引かない方がいいことに気づいた、ようやく。こういう時にフライパスが便利なんですよね。なんで損になっちゃうの、ヤンだから。うん、違いしてる。ヤン、あ、それ損でよくない。取れるか、なんでやねん。開幕か。いや、この状態で開幕決めれば負けないもんな。一回黙っていいか。行くぞ。まあまあまあ。何も残らんかった。マジいけ。偉い。こっち。それ。ちょっと待ってみ。したらさ、めちゃくちゃ上がってくれよ、これ。これ全員使い放題。なぜだ、どういうことだ、お前は。バカか、バイキングでずっとカレー食うようですか、お前は。なあ、いっぱいあるやから、全部使って勝てよ。俺は止めたぞ。お前らなんとかしろ。遠藤守が耐えてるうちに、ないがとけねえ。消えたじゃねえ。やん、飛ばせろ。いい、お前がやんになれ。そういうことよ。そういうこと。ね、こういうこと。あ、いた、ちょっと、マジで。あるぞ、レオン、レオン、レオン。そう、違う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 、あい、そうそうそう、やん、直せよ、マジジイ、この野郎。苦しいね。あ、ライカルド、ありがとう。めっちゃ前消し負ける。どんな、ちなんやそのキックロックガチで。ほんまにプロかこいつ。あー、待って、当たんな。やばい、来た。誰か誰か誰か、ライガーの前、やばい、ずっと前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 、えらい、誰、オーカーだろ、すれば、来た、この前、つくらい、デヨング、前、負け、撃て、おい、デヨング、マジで、お前ね、撤退の準備しとったんや、センターバックとか、ここ、ちょかったら、ちゃう、俺、こうだぜ、嬉しいの、おい、コーナーキックってことは分かってんのか、こっちは2メートルのバケモンがいるんだぜ、悪くねえ、来い2メートルのバケモンいた。切り返せる。レオン、レオンが頑張っちゃってる。来れる。クレオン逃げろ。やあ、ナイス。ああ、もうガタガタじゃねえか、マジよ。お前スケットのバスケみたいになってっから、あの人足元全然じゃねえか。ケイさん、行くぞ、バスケ部ぶち込め、ぶち込め、バスケ部、マジでもうデスターシャするぞ、お前。おい、戻れ、逃げ、あえて突っ込め。そろそろ調整できてるか、大事。おい、ちょ、ゴールキーパー出てこい。もうコーナーキック何回目、マジで。なぜ来れるか、ここに。絶対無理やろ。結局か、0点は草以上。